フレンズです。いよいよ駒澤大学の学園祭が近づいてまいりました。駒澤大学といったらですね、僕たちが一番出なかった学園祭でございます。それはなぜなのか当日にお教えいたしますということで、それでは11月4日駒澤大学記念講堂で待っております。以上、フレンズでした。フレンズでした。